民衆の敵世の中、おかしくないですかは、2017年10月23日から12月25日まで、毎週月曜21時から21時54分に、フジテレビ系の月9枠で放送された、日本のテレビドラマ。主演は、篠原良子。ごく普通の主婦があることをきっかけに、市議会議員となって、世の中を変えていくといった内容の、同枠では、 珍しい政治を題材とした作品。しばしば出演者が視聴者に向かって語りかける第四の壁を破る手法が取られている。この作品を収録した DVD 版と BD 版、そしてノベライズ版の文庫本が発売されている。舞台は架空の自治体、青葉市となっているが、設定にあたっては、精霊指定都市の中から千葉市がモデルとなり、千葉市議会議場や市内各地が、 ロケ地として使用された。同氏は都市部と農村部を合わせ持ち、いろいろな切り取り方ができることや、議場の規模感がドラマの世界に合っていたことなどが理由で、放送開始後は当時の現役千葉市長、熊谷俊人が SNS 上で解説を行うなどした。この舞台を背景に、市議会と女性市議を描き、放送当時の 女性政治家が良くも悪くも身近になった世界で社会問題を浮き彫りにすることを目的としている。ロケ地は千葉市内が中心であり、前述した千葉市議会のほか、千葉市中央公園、K、S ハーバーなどが使用された。青葉市在住でオペレーター業務の仕事をしている高校中退の既婚女性、佐藤智子は夫、公平と息子、俊平の3人で、 ぜまな団地住まいながらも楽しい家庭を築いていた。ある日と子は顧客からのクレームにマニュアル通りの対応をしなかったことで解雇される。同時に公平も社内の理不尽な状況に抗議して退職し、夫婦揃って無職となる。ささやかな贅沢すらも叶わない貧困状況にうんざりすると子は慣れる可能性では正社員よりも 市議会議員の方が確率が高いことを知り、高額の議員報酬が得られる青葉市議会議員選挙への立候補を決意する。コともこと公平は教託金として貯金を引き出し、選挙管理委員会で立候補手続きを済ませたが、すでに他の候補たちは手続き済みで遅れを取る。演説する場所を探すにも、右往左往し、ようやく見つけた広場では、後からやってきた。 同志議選候補の東道誠に横取りされてしまう。しかし、とも子はそれに割り込んで、低学歴の貧困家庭の立場をアピールし、候補としての決意表明を、熱弁、聴衆を引きつけ、東道からもエールを送られる。そばで聞いていた、とも子のママとも、平田和美も感銘を受け、選挙活動に協力するようになる。東開票日、一旦は落選した、とも子だったが、 当選したライバル候補が病気で辞退したため繰り上げ、当選を果たす。初登場の日、市長、河原田明子が開会の挨拶をする中、友子は居眠りをしている犬先派の市に前田康子をこづいて、騒動を起こし、市議会のドン、犬、先和久に目をつけられる。複数話登場の人物は、キャスト名誉子の、内に話数を記載。第1話第2話第3話、 第4話、第5話、第6話、第7話、第9話最終話、片思いの敵のタイトルで、2017年10月18日から、前後話が放送された。片思いの敵に関するカテゴリー、ありがとうございます。